ヨアキロス、世界の王にしてアンシャンの王なり。偉大なる神々はすべての土地を世の手に委ねた。そして世は土地を平和のまま生かす。紀元前546年、リュディア王国を征服したキロス2世はアナトリア全土を手中に収めた。リュディア最後の王となったクロイソスは命を救われ、キロス2世の側近となった。だが、リュディアに支配されていたイオニア沿岸諸都市の統治は簡単にはいかなかった。ペルシアと同盟を結んだミレトスを除くほとんどの都市がペルシアへの反旗を翻したからだ。さらに陸上戦力を主力とするペルシアは港を所持しておらず、海上戦力に乏しかった。海洋国であるエーゲ海諸都市にとって海は大陸国の侵略を防ぐ天然の防壁であった。この時、キロス2世の側近となったクロイソスはタミー王の寛容を示すように検索した。キロス2世はタミーを許したが、再び反乱を企てた者は奴隷として売り飛ばすことにした。王の命令がイオニア全土に布告されても反乱は収まらず、新たな討伐軍が必要となった。この難しい任務を任されたのはキロス2世が最も信頼する将軍ハルパゴスであった。ハルパゴスは巧みな攻城戦術によってイオニア沿岸諸都市を次々に陥落させていった。最後までペルシアに隷属しなかった者たちが西方へ逃れたことで、ついにイオニアは征服された。大陸の惨状に恐れをなしたエーゲ海諸都市も自発的にペルシアへの降伏を約束した。ハルパゴスは休むことなくハリカルナソスやクニドス、そしてリュキアをも征服した。ペルシアは西アナトリアの沿岸都市を平定したことで良質な港を手にすることになった。これにより海上戦力を充実させたペルシアはさらなる領土拡張を加速させていく。アナトリア征服に大きく貢献した中心ハルパゴスの記録はここで途絶えることになるが、彼はこの地でペルシア人とリュディア人の共同支配を確立するために尽力したという。一方、西方の統治をハルパゴスに一任したキロス2世は本国への帰還の途についた。王はクロイソスと共にペルシアへ戻ると、新たな都の建設事業に取り掛かった。新都パサルガ大建設。この都はアジアの支配権確立を象徴していたと思われる。ローマ時代の歴史家ストラボンによると、勝利の記念として壮大な王宮が築かれたという。用いられた石材の加工跡からイオニア系ギリシア人の石膏が盗用されたと思われる。ペルシアの臣民となったギリシア人には王へ奉仕する当然の義務が生じていたのだ。職人たちは自らの能力が高く評価される機会を求めてペルシア中枢部へ渡っただろう。広く集められた良質な資源によってペルシアはまさに帝国へと変貌していった。パサルガ台には後世にソロモンの牢獄と呼ばれる用途不明の塔がそびえ立っていた。この塔はキロス2世の衣装が収められた倉庫、あるいは神殿や儀式場であったと思われる。有力の精霊、もしくは祖先や守護霊の魂と考えられるフラワシ像も作られた。ヘロドトスによると、王はある男から生えた翼が世界を覆い尽くす夢を見たという。キロス2世は帰国後数年をかけてパサルガ台を含む帝国中枢部の祭りごとを盤石にした。それはペルシアを世界帝国へと飛躍させる次なる侵攻作戦を練るためでもあった。紀元前539年9月、キロス2世は繁栄を享受していた新バビロニアへの侵攻を開始した。碑文によると、王が率いたペルシア軍は川の水のごとき無数の大軍勢であったという。この時バビロニア王ナボニドスは10年にもわたるアラビア遠征を終えて帰還していた。ナボニドスはバビロンへ迫りつつあった脅威に対処しようとしたのかもしれない。しかしナボニドスは内部でうごめく勢力の不穏な動きにも対処しなければならなかった。月神神への信仰に傾倒するナボニドスはバビロンの神官たちと対立していたからだ。行き過ぎた月神信仰はバビロニア各地の神殿だけでなく民からも反感を買っていた。守護神マルドゥクを崇拝するバビロニア人は
月神神の台頭を許容できなかったのだ。王不在の間、実質的な統治者となったベルシャザルには新年祭を行う権限がなかった。神官の任免権も制限されていたと思われる皇太子は事態を悪化させたかもしれない。ナボニドス年代史によると、ペルシア軍は驚異の速度でティグリス川流域へ侵攻した。一方でキロス2世はこの侵攻以前に北方のニネベをもすでに支配下に置いていた。さらにキロス2世は後にガウガメラの戦いの舞台となるアルビル地方をも切り崩した。もしかするとバビロニア中枢への侵攻は緻密な長期作戦の集大成だったのかもしれない。新バビロニア軍は破竹の勢いで進軍するペルシア軍をティグリス川の東岸で迎撃した。オピスの戦い、この地は首都バビロンを外敵から守る絶対防衛線の一つであった。かつて帝国に最盛期をもたらしたネブカドネザル2世は北部国境の脆さに気づいていた。王はバビロン北方一帯を帝国のアキレス腱とみなし、長大な防壁の建造を命じた。これはペルシアの前身であるメディア王国のバビロン侵攻を防ぐためであった。古くはウル第三王朝を創建したシュメール人も同じ場所に最古の長城を建造している。シュメール人が築いた長城バドイギフルサグの全長は 280km にも及んだというが、クセノポンによると粘土レンガで築かれた新バビロニアの長城は 110km であったという。しかしキロス2世が最初に攻略した標的は難攻不落の長城ではなく人であった。地方総督グバルの裏切りに後押しされたペルシア軍は要衝オピスと長城東端を突破した。10月10日シッパル市陥落、絶対防衛線を破られた新バビロニア軍はさらに後退を続けた。そして10月12日ついにペルシア軍の先発隊は首都バビロンの城壁へと到達した。民は月神信仰に傾倒するナボニドス王をすでに見限っており、城門は戦うことなく開かれた。10月29日バビロン無血入城、キュロス2世は歓喜に包まれさながら凱旋式のようであった。キュロス2世はナボニドスが開戦前に各地の神殿から集めていた心臓の返還を約束した。心臓は略奪から保護するために集められたと思われるが、人々は逆に捉えたかもしれない。キュロス2世自身が残した碑文では自らをマルドゥクシンの代理人と記している。つまりナボニドスの捕虜となっていた神々はキュロス2世によって解放されたのだ。キュロス2世は囚われの神々だけでなく新バビロニア帝国に捕囚された民も解放した。捕囚民は完全に自由を奪われたわけではなかったが、強制永住させられたことは確かだった。寛大なキュロス2世は併合した異民族の信仰や法律体系の地方的自由を復活させた。これは恐怖を持って帝国全土を支配したアッシリアを反面教師としたのかもしれない。この中にはエルサレムへの帰還と破壊された神殿の再建を許されたユダヤ人もいた。だが彼らはすでに生活基盤を確立しており、莫大な富を手にした資本家まで現れていた。ほとんどのユダヤ人は王の帰還命令に従わず、大部分がバビロニアに残ることになったが、たとえ一部であっても聖典の民を救済したことでキュロス2世は善なる王となった。イザヤ書によるとキュロス2世は油を注がれた者、すなわち救世主と呼ばれている。一説では旧約聖書の信憑性が疑問視されており、解放は後の時代だったのかもしれない。バビロニア年代記では最後の王となったナボニドスがバビロン陥落時に捕獲された。神官のベロストスはキュロス2世に降伏した後で王が東方へ追放されたと記している。旧約聖書に従うなら皇太子ベルシャザルはバビロン陥落の日に処刑されたという。新バビロニアの滅亡によって長きにわたるメソポタミア王朝の繁栄もついに終焉を迎えた。キュロス2世はバビロニア征服後に初めて自らの偉業を円筒形碑文に書き残すことにした。キュロスシリンダ、それは異民族への寛容を強調した平和の印象であった。しかしバビロニアの記録ではオピスの住民が大虐殺を被ったことが示唆されている。史上初の人権憲章と称されるキュロスシリンダーはこの事件に一切言及していない。
紀元前538年、バビロニアを征服したキロス2世は、自らの息子をバビロン王に封じた。彼はキロス2世と王妃カサンダネの間に生まれた長男、カンビセス2世であった。ナボニドス年代史では、カンビセス2世がバビロンの祭礼に参加したことが記されている。だが、バビロン王の地位は、統治を安定させるための一時的な措置であったかもしれない。カンビセス2世がバビロン王としての役割を果たした期間はわずか1年しかなく、兄弟に先んじて共同統治者や皇太子としての地位を約束されていたという確証もない。ヘロドトスはキュロス2世を心優しく、あらゆる恩恵を人民にもたらした父としているが、反対にカンビセス2世は過酷で思いやりの心が薄い暴君のごとき人物と伝えている。しかし彼は決して無能ではなく、むしろ過小評価された人物と言えるかもしれない。おそらく一代で世界帝国を築き上げた父の前では誰であっても霞んでしまっただろう。カンビセス2世のもとには貴族の息子であるダレイオスが近衛兵として仕えていた。バビロン王は若き青年にキュロス2世の後継者としての不安を吐露したかもしれない。父上は私からバビロン王の地位を剥奪した。王としての能力が劣っているからか。私は跡継ぎではないのか。もしや兄弟の方が王にふさわしいと考えているのでは。若き青年ダレイオスは王子のために水を杯へ注ぎながらこう答えたかもしれない。何も心配はいりませぬ。王とは長子が継ぐもの。少しずつ勲功を立てればよいのです。ダレイオスの声には不思議と説得力があり、王子はこのやりもちを気に入っていた。陛下はカンビセス様に経験を積ませたいのでしょう。統治も戦も少しずつ、いざとなれば作り変えてしまえばよいのです。小さな勲功をより大きな勲功へ。人は虚構を信じることができます。そして殿下はすでに虚構を作り出す力を持っている。カンビセスは笑いながら答えた。そんなことをすれば私は父上に罰せられるだろう。ふと王子はダレイオスが身につけている翼が生えた人形の首飾りが気になった。王子の視線に気づいたダレイオスは答えた。これは母が見た夢を模した人形です。母はある男の両肩から生えた翼が世界を覆ってしまう不思議な夢を見たのです。きっと王となった殿下を暗示した夢でしょう。カンビセスは満足して答えた。お前の言う通り勲功を盾に行くとしよう。たとえ少しずつであっても。王子は部屋を離れたが、ダレイオスは水を注ぎ続け、ついには杯から水がこぼれ落ちた。そう、王は虚構を作り出せる。いかなる名声も大義や血統でさえも。地方総督ヒュスタスペスの息子ダレイオスは王族ではなく有力貴族であったという。ヘロドトスの伝承ではキュロス2世がこの若き青年を認識していたことが示唆されている。紀元前535年頃、ハサルガダへ帰還したキロス2世は次なる進攻作戦を思案していた。すなわち西方へ進むか、それとも東方へ進むか。大王は重臣たちを招集し軍議を開いた。体制を占めた意見はまさに王道とも言うべき地中海方面への進軍であった。西方の統治は未だ安定しておらず、シリアやパレスチナを平定する必要があったからだ。その先にはメソポタミアに匹敵する農業生産力を誇る大国エジプトが立ちはだかった。かつてアッシリアもバビロニアもエジプトとの戦いを最後の壁と捉えていた。だがおそらく規定路線と思われた軍議に対して異議を唱えた者がいただろう。それはダレイオスの実父にしてヒルカニア総督ヒュスタスペスであったかもしれない。陛下、西方へのチョーク遠征を敢行すれば荒地の遊牧民どもが黙っていないでしょう。ハサルガダイに残るわずかな戦力で蛮族からいかにして都を守りきるのでしょうか。キロス2世や重臣たちから反論がないことを確認したヒュスタスペスは話を先へ進めた。最も脅威となる大敵は反応反目を生業とする我らが最もよく理解しているはずです。この検索は図らずともキロス2世や側近であるクロイソスの考えとも一致していた。玉座から立ち上がった大王は東を指し示した。東方に広がる大平原を征服せよ。
この瞬間、帝国の運命が決定した。ヒュスタスペスは笑みをこらえることができなかった。そして世界帝国樹立に邁進するキロス2世はある考えに取り憑かれ始めていた。英雄の両肩に生えた翼が世界を覆い尽くす夢、夜ごとに見る夢は悪夢に変わった。英雄の顔はキロス2世ではなく、ヒュスタスペスの息子ダレイオスの顔であった。大王はカンビセス2世が語る翼の首飾りを身につけた槍持ちのことを思い出した。もしも翼の英雄が私ではなかったとしたら、その考えは呪詛のように頭から離れなかった。かつて偉大な預言者ゾロアスターは宇宙の始皇霊アフラマズダの栄光を説いた。その二元論的思想において前例は悪霊であるアーリマンとの宇宙的闘争を強いられた。預言者によると、世界の終末や最後の審判を含むあらゆる運命はすでに決定しているという。善と悪の闘争は廃科教のゆえんとなる正義の火によって悪が浄化されるまで続く。だが選択の余地は残されている。善を選ぶ者は光となり、悪を選ぶ者は闇となるのだ。光の勢力は神聖で崇高で人間的であり、善人は現世の繁栄と来世の不死が約束された。この時代では預言者ゾロアスターの教義は誕生したばかりであった可能性が高いが、預言者の言葉を碑文に用いた一人の男によってペルシアの国境へと押し上げられていく。その教義は急激な世界の変化に秩序を与えようとする男の思惑と完全に一致していた。人間は虚構を信じることができる。何をもって善とし、何をもって悪とするかさえも。かつて世界は北欧を隔て完全に分離していた。光明と暗黒、善と悪、二つは相入れなかった。晴れ時、核が天空を切り裂き、線と混交した。光と闇が混ざり合い、水は塩水に変わった。白が原初の牛を殺めると、動植物が生まれた。線が作った原人も犠牲となり、金属が生まれた。原人の種は太陽に清められ地上に落ちた。種は大地に芽吹き、やがて人類の始祖となった。人類は水を飲み、植物を食べ、ついに肉も食べた。翼の守護霊は人間の魂に宿り、光へと導く。でも、もしも核が天空を切り裂かなかったら、植物は、動物は、人間は生まれただろうか。